リケンビタミンの前身となる理科学研究所ビタミン A 部門が製造を販売していたリケンビタミンの広告。1938年4月。リケンビタミン株式会社は東京都新宿区に本社を置く調味料メーカー。乾燥わかめフレークの増えるわかめちゃんシリーズをはじめ、わかめスープ、ノンオイル青じそドレッシングなどを販売している。 1917年に設立された財団法人理科学研究所が母体であり、ビタミン A の製造部門を引き継ぐ形で発足した。2005年から株式会社 TZCS により徐々に株を買い占められる。最終的に30.07%の株を所有した TZSC が筆頭株主となる。2008年3月26日、九州合併により、 筆頭株主が TZCS から株式会社 SFCG に変更となる。2008年6月20日、全株式が SFCG からキッコーマンへ譲渡され、同時にキッコーマンと利権ビタミンの資本、業務提携が発表される。2016年、利権ビタミンの自社株買いに応じ、キッコーマンは、 株式の27.9%にあたる660万株を売却し、持ち株比率が32.1%から4.2%に低下した。2020年3月末現在の自社株比率は18.9%である。2020年、子会社であるチンタオフ封サ食品によるエビ加工品の架空取引が判明した。 2019年12月期の架空取引額は116億円に上り、賃貸オフスサ食品の売上高全体の実に7割以上に及んだ。不正は過年度にわたり、連結財務書表の訂正に時間を要したため、当初への決算単身の提出が大幅に遅れ、2020年4から6月期の第一市販機報告書を提出したのは、 最終期限の10月28日であった。新型コロナウイルス感染症の拡大により、中国への渡航が制限されたことも、全容の解明に時間を要した原因だった。期限日までに報告書が提出できなければ、上場廃止となる可能性があった。CM 出演情報。土地原理のブログ。サイバーイジェント。2016年5月7日閲覧。CM 出演情報。 利権ビタミンのオイル青じそドレッシングの CM が本日から流れています。西内博。ツイッター。2016年5月7日閲覧。ありがとうございます。